レーン上層線出発進行後煙も動いたということでお送りします。前回の動画では加湿器とバックライトを使って排気ガスを再現することができました。これを見た我が友ゴリゴリくんチャンネルのゴリゴリくんからは、さすが魔改造のペテン師ということでお褒めの言葉をいただきました。それと同時に、でもなんだかリアリティに欠けるんですよねという言葉もいただきました。動画を見返してみると、排気ガスはきれいに出てるんですけれども、車両が動いてないから確かにリアリティには欠けます。ここは魔改造のペテン師の名にかけて、どうにかリアリティを出せないかということで考えてみました。車両と煙が同時に動けばきっとリアリティが出るだろうと考えて、両方いっぺんに引っ張ってみようというふうに思いました。題して愛の綱引き大作戦です。それではその制作の様子をご覧ください。マッシー、撮影のセッティングはこんな感じです。画面右側に見えている白い紐で引っ張ろうと考えています。加湿器とバックライトをオンさせてみました。よしよし、これでうまくいくような気がする。それでは車両とともに排気ガスが一緒に動く様子をご覧ください。見事にシンクロして動いてます。大成功です。ご視聴ありがとうございました。